ちゃって形で出す。おはようございます、釣り子 TV です。今日の動画はですね、これ買ったっきりね、まだ一匹も釣っていなかったデカダッチ、これでねバスが釣れたっていうことで、まずはですねそちらの動画をご覧ください。さあ、絶好の雨のトズラッパラダムにやってきましたよ。あ、話し合うすごい嵐ですね。こんな嵐の日、まあ、最近ここまでの雨あんまりなかったから何か起こっちゃうんじゃないんですか。魚上ずるでしょうと期待して来てみました。すごい雨。いやちょそんなに降んないで、とんでもない。こんな日だからこそ種物いけるんじゃないの。ちょっと雨が降ってる時間はちゃんと種物投げて、やんだらちょっと違った感じの。雨パワー、いいね、ナイス雨。デカダッチ出たぞ。うー、
ってかな、ちゅうしゃ釣れた、初めて。いいね。はい、デカダッチフィッシュ来ましたよ。小さいけどね、こんな大きなのが食ってくれんだね。エイトジャパンのデカダッチだね。やったー。はーい、デカダッチ来ましたよ。ねえ、こんな大きい針がバッチリかかってます。やったー、初デカダッチフィッシュです。じゃあ逃がしてあげます。こんな感じで、じゃあ逃がします。でタックルはですね、カルカッタコンクエスト DC200 にレイドジャパンのデカダッチで、フロロカーボンの16ポンドラインで、竿はねタトゥーラエリートね。ちょっと今日風が強いんで嵐みたいなんで、この DC ブレーキでね、不意の向かい風なんかでも投げやすい感じで、やっていたらね、立ち木のキワッキワ通した時にうまいこと食ってくれました。じゃあ引き続き投げていきます。デカダッチを今減衰してるから立ち木の位置がつかみやすいので、その立ち木のキワッキワね、ゆっくり通してやったらちょっとね吸い込んでくれましたよ。やっぱボディは大きいけどすごい繊細な、繊細、なんかね、羽とかあとはこの動きとかちょっと繊細な感じが、NZ クローラーとかとの使い分けになるのかな。本当ボディは結構派手なんだけど、動きとかもこう静かにパチャ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 っていう感じで。はい、というわけで嵐の中ですね、トズラッパラダムに行ってきたんですけども、これいけんじゃないのかなと思ってね、この巨大羽物ね、クリ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 巻いてきたらね、ちょっとね小ぶりではあったんだけど、初めてねデカダッチで魚を釣ることができました。で、投げてみた印象としてですね、結構ねこんなに大きくてね派手な感じなんですけども、非常になんかやっぱりねダッチとこういうのちょっとねでかいんだけど繊細な感じっていうのかな、こうチャパ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 ね、絶妙な感じでね魚を誘ってくれて、でちょっと遠目だったんですけども、今トズラッパラダム減衰傾向にあるので、普段水中に隠れている立ち木が結構露出しているんですね。でその立ち木の際立ち木の際をこう丹念に引いてきたら、思わずパコって出てくれたっていうことで、雨でねちょっとあんまりうまく取れてなかったんですけども、あの1匹以外にも 2,3 回ぐらいね、親っていうね、あー今乗んなかったなみたいなねチャンスがあったんですけども、嵐の時にねこういったちょっとね大きめなね羽物、こういうのが俄然アピール力満点で効くタイミングが出てきますんで、ね、もしねちょっと雨降り出しちゃったななんていう時はぜひこういった感じの投げてみてはいかがでしょうか。ということで、今年はこういうでかい羽物ねちょっと練習しようなんて思って、この日実はですねこれと、はい、こちら、これはねデプスの NZ クローラーですよね、これもいけんじゃないのと思ってですね投げてみたら、ごめんなさい残念ながら船に上げることはできなかったんですけども、バイトしました。まあねおまけみたいな感じなんですけども、このね NZ クローラーこんな感じで出たよっていうのをちょっと、編集してみたのでご覧ください。
い、というわけで一瞬も乗ってないんですけどね、ただね立ち木のいいとこに入れたらズバシュッて言ってね出てね、ちょっとねサイズは全然わからなかったんですけども、ただね本子絡みのポイントっていう感じだったので、もしかしたらっていうね、結構静かめに吸い込んでもね上げてみたら50近いっていうのが夢があるねジャンルのルアーなんで、またねこれもタイミングタイミングで、まあ朝夕なんか雨降ってなくても効きそうですし、まあこれからの冬のねまだゲリラ豪雨何回かあると思うので、釣りしてる最中なんかにザバザバザバーなんてね降ってきたらまたねチャレンジしてみたいと思います。とこれともう一個ねちょっとね試してみたいってのがあって、これとはい、ということでこちら今勝のアベンタクローラーウッドリミテッドってことで、これもねまだ釣ったことのないウッドなんですけども、デカハネモノっていうことで、今回ねこれもいけるんじゃないかななんて思ってね結構投げてみたんです。でこれまたねちょっと釣り上げることはできなかったんですけども、いい感じでねバイトしてくれたのがね取れたので、まあこれもまたおまけみたいな感じで、どうぞ。というわけでも完全によそ見してました。ただねいい感じのステイになったんでしょうね、こう立ち木のところにこうパカ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 ちょっとスピードの調整しようと思ったら食いついてましたね。これもね上げてないんだけど、ただまあカメラには映ってるからまあ上げたら40近くあったんじゃないかななんて思ってね、そういうわけではい、こんな感じでね雨降りコンディションだったので、まあね釣れたのはそうです
ですね、このデカダッチのみだったんですけども、やっぱりね、なんか夢がありますよね。雨の日にね、こういうの投げてみたいななんて思わせてくれるな。まだね、実はね、釣ったことないのがね、いくつかあるので、例えば、はい、こちらメガポンパドールね、ジャッカルのやつ、これもね、出てね、すぐ買って、まあ結構ね、投げて見てるんですけども、まだねちょっと魚釣り上げたことがなくて、これもなんとかね、今年1匹ぐらい魚釣ってね、あ、でか羽物やっぱ釣れるなーなんてね、体感したいなーなんて思ってるんですけども、思わずね、とんでもないこの派手な色を買ってしまってね、もうちょっとなんだ、地味なカエルみたいなカラーにすればよかったかな。でもね、ああいう嵐時だったらね、多分まあそこまで魚も、これこんな派手な色だから食うのよ、そうなんて思わないはずなんで、まあちょっとね、タイミングがあったら、これまたね、こういういい感じの音がするんで、チャンスがあったらですね、どんどん投げていきたいと思います。でね、これと先日釣ったこれね、メガバスのアイウィングね、こうしてみるとやっぱりスリムだなーなんていう風に見えますけど、横はねこんな感じで体高があるんですけども、というわけで、まあこんな感じでね、デカハネもね、いろいろ買っては見てるんですけど、今のところ釣ったことがあるのはこれが今日釣れたから、この3種類はなんとかね、魚、こんな感じで釣れるんだって体感することができて、まだね、これとこれはね、魚釣ったことないので、またね、引き続きチャンスがあったらいろいろ投げていこうかななんていうふうに思いますけども、やっぱり1日そんなに釣れなかったですけどね、いろいろルアー投げ比べてみると、なんかね、いろいろ勉強になったなってのがあって、まあ例えばですね、このアベンタクローラーのウッドね、これちょっとこう投げ比べてみると非常に投げやすいなっての感じたんですね。すごい一番なんか飛ばしやすいなーなんて投げてみてる感じは思いました。まあ竿の具合とかあると思うんですけども、やっぱりこの NZ クローラーなんかは非常に大きくて重いボディなんで、ちょっとね、竿が、まあ専用の竿を持っていけばね、すごい投げやすいとは思うんですけど、今回ね、ちょっとね、柔らかめの竿だったので、うーんってね、ちょっとね、振り切るのが大変だったな、なんていう時に、まあ、最近の主流のこういったサイズのやつの中では一番投げやすかったのがこのウッドかなとか、あとは絡まりづらいって言ったら、これ、ね、メガバスのアイウィングは、まあね、ずっと投げてても本当絡まりづらいなってのを感じたり、まあ何にしても今回いろいろずっと雨の中でやってた中で、魚がちゃんとバイトして船まで上げれたのはデカダッチだったなとかね、まあただ一発夢がありそうなのはNZ なのかなとかね、本当ね、なんかまあ本当投げてるだけでトップウォーターね、どんどん気分が上がってくるんで、思わずね、あれ下手したらちょっと午後ね、金物楽しすぎて一匹で終わるところだったんですよね。で、でもせっかくトスラッパラ来たから、もうちょっと魚見たいよなって思って、まあこの他の釣りもねちょっとやったんですけども、ただね今回嵐の中ということで、非常にねこのデカハネモノをいろいろボックスに詰め込んで、行ったところ、なんか夢がいっぱいでね、楽しめたななんて、またねチャンスがあったらどんどん投げていこうと思いますんでね。というわけで本日の釣り講 TV はこちら、レイドジャパンのですね、デカダッチ、これでね初めて魚が釣れたよっていうのと、ちょっとミスってしまったんだけど羽物のバイトシーン撮れたよっていうのと、そうですね、デカ羽物楽しいっていうね、そういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。